こだわりがない、優雅ではない、素晴らしくない、不思議でもない、何もかもが釣り合わない。何ブツブツ言ってんだ、打ち負かされた仲間たちのことか。君たちの虫相撲の戦い方のことだ。ああ、フライムに体当たりされて頭でも打ったのか。俺様は芸を見せに来たわけじゃない。俺様のこだわりは熱血、力、そして圧倒的な勢いだ。お前に見せてやろうか。嫌なことを思い出してしまった。君のような騒がしい奴とは対戦なんかできない。うん、こちらの金髪の女の人は手軽そうだ。決めた、彼女に挑むとしよう。ダチコ、聞いたか？お前のことが手軽そうだってよ。こいつの相手をしてやれ。こいつらどういうつもりなんだ。相手の情報を一切集めてないし、次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんて。花門玉将のチームってなんかバラバラだな。戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜ。鬼カブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。まあそんな大層なもんじゃないだろう。オイラは爽快感と楽しさが一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああ、その通りだ。Fala pessoal, de boa? Continuando a nossa gameplay do Genshin Impact. Esse vídeo aqui é praticamente pra gente encerrar a história do evento, tá? Envolvendo o Araraki, tá? Porque assim, ele tá ali fazendo parte da história, só que a gente tem diálogo dele, interação ali, então tudo isso tem um áudio, né? Tem uma história. Por esse motivo eu resolvi ir fazendo o evento e também ir gravando todos esses diálogos, tá? Pra deixar tudo registrado aqui no canal e a gente não deixar nada pra trás aí, beleza? É só por isso mesmo, porque o evento eu já mostrei pra vocês como que faz, é tranquilo, tudo lá no primeiro vídeo e iniciando a história também, beleza? Sora o kakeru hakutetsu chibisuke yo!電気消しの仇を取らせてもらおう。さあ、鬼カブトムシを出すがよい。お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒してやるわい。うわあ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ジビスケ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。赤部に一生連れて盛大に任してやれ。よし、空をかける白鉄ジビスケの2戦目だ。行くぞ。でも相手の鬼カブトムシ随分と大きくないか。なんか気がするぞ。気にすんな、大きけりゃ逆に重くなる。うちの赤目日書には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。
お前らの親分はどいつだ？前に出てこい。この俺、千日喧嘩第一社は精鋭中の精鋭だ。田中の玉将様に代わってお前ら新たき派の親分の首を頂戴しに来た。うわぁ、こいつ好戦的だな。しかもなんだか怖いこと言ってるし、今回は本当に強いやつが来たみたいだぞ。はっ、礼儀のなってないやつだな。しかもお前の称号にも台が入ってるとは。俺様と張り合うつもりか。よし、この俺様が直々に相手してやる。背が高い。しかも鬼族だ。こんな強面のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。なんだと？まさか虫相撲を見くびってんのか。いい度胸じゃねえか。虫相撲の生きってもんがわからねえやつは、虫相撲をこよなく愛する俺様が改心させてやらねえとな。さあ来い、懲らしめてやる。そうだそうだ、このままじゃ済まさないぞ。任せたからな、牛使いやろ。仕方ない。来い、ビビるもんか。虫相撲を見くびるんじゃないぞ、なんちゃらかんちゃらした。おいらだって今はちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ。虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これが分からない奴には虫相撲をやる資格なんてねえ。この俺が言い合いで負けるなんて。でも口先だけじゃ俺には勝てないぞ。すごいじゃないか、大したもんだ。まさか荒滝派が虫相撲の強者をこんなにも破るとは。お前らも虫相撲に独特の理解を持ってるようだ。これまでの偏見を撤回しよう。これからは尊敬を払うべき相手と認めて全力で戦ってやる。牛使いやろ、親分のお前の出番だぞ。前にオイラが言ったことは気にしなくていいからな。当然だ。最後の対決もこの俺様が勝たせてもらうぜ。お前が手下でもどう指導したかは知らねえが、もう結果は分かりきってる。そう、この俺様が率いる荒竹屋の方が上だってことはな。覚悟しやがれ、
花角玉将。間違いない。あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤紅一書も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。ほう、なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。そうか、もう一回戦おう。お前の虫相撲の技を必ず見切ってやる。試合の勝敗なんてもはやどうでもいい。気が済むまで戦おうじゃないか。どうだい？めったにお目にかかれない気の合う相手だ。たった数分で終わらせるなんて惜しいだろ。へっ、どんどん来やがれ。だが俺様の虫相撲の技を見切るだと？寝言を言ったんじゃねえぞ。俺様の腕の方が上だと認めりゃ何回だって付き合ってやんぜ。うーん、牛使い野郎と花角玉将のやつずっと盛り上がってるな。満足するまで虫相撲はやらせておこうぜ。そうかい。虫相撲の戦い方は違えど、お前がオニカブトムシに注いだ熱い気持ちに俺は強く共感した。いつの日かお前は虫相撲界の傑物になるだろう。お前も悪くねえぜ。1141回の勝負の中570回も俺様にギリギリ勝つなんてな。俺様と100回以上戦い続けた相手の中ではお前は一番根性を持ってやがる。見直した。571回だ。俺の方が多く勝ってる。場所が不利なことを考えると俺の方が上のはずだ。ふん、なんだ、負け惜しみか。俺様はしっかり覚えてるぜ。守るだって証明できるだろ、守る。親分、俺はもうダメだ。ちょっと寝かせてくれ。うわぁ、まさか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。よし、俺様が特別に一回勝たせてやってもいいぜ。どうせすぐ取り返せるからね。もし不服ってんなら次の勝負はお前の本陣に行ってやる。場所なんざ関係なく、重要なのは虫相撲をするやつの腕だってことを証明してやんぜ。望むところだ。ついてこい。ダチコウに空飛ぶチビスケ、やっと来てくれたか。なんでまた空飛ぶチビスケに戻ってんだ。虫相撲を手伝ってない時はかっこ悪いあだ名しか思い出せないのかよ。それは一旦置いとけ。約束した2ヶ月分のラーメン無料券だ。持ってけ。ラーメン無料券？ひひ、そうこなくっちゃ。分かってんじゃんかよ。
いやいや、今回はあくまで荒滝極意堂々虫相撲大試合の予行演習だ。だって観客もいないし、これじゃ寂しすぎんだろ。こんなのは祭りじゃねえ。幸い花形玉将はそのおごりを捨てて、俺様こそが得がたい虫相撲の強者だと認めてくれた。だが俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。これから俺様は短期で花形玉将の本陣に乗り込み、奴が納得するまで叩きのめしてやるつもりだ。その時はきっと花形玉将も俺様の指揮に従って荒滝極意堂々虫相撲大試合を盛り上げてくれるはずだぜ。今回はあんがとな。俺様からの朗報待っててくれ。ひひ、牛使い野郎も思う存分楽しめたし、オイラたちも2ヶ月分のラーメンをゲットできた。めでたしだな。オイラ分、オイラ分、忍の姉子からの手紙だ。見てくれ。って、あれ？親分はどこ行ったんだ？さっきまでここで虫相撲をやってたのに。え？なんかあったのか？牛使い野郎ならさっき花門玉将と一緒に行っちゃったぞ。技を磨き合うとかなんとか。いや、大したことじゃないんだが、ちょっと予想外のことがあってな。詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。Aí a gente tem uma carta ali da Shinobu também, eu vou deixar um pouco aí na tela pra quem quiser ler. A gente acaba descobrindo que o moleque faz parte aí da gangue também, né? Que beleza. え？つまり花門玉将って荒滝派の協力者なのか？けど花門玉将は口の利き方があんなだから牛使い野郎も敵だと思っちゃったのか。忍の予想通り、牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけど、結局オイラたちに新たき極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼かせたから、こうして見るとラーメンの無料券は忍にあげるべきだな。忍が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜ。あれ、待った、そういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか牛使い野郎に教えてもらってないぞ。まさか自分で